始まるよ。有馬道場チャンネル。はい、いつもやっております、有馬道場の有馬と申します。毎週日曜、18時から、21時半まで、4競技ですね、行っておりますので、ご都合の良い方はですね、ぜひお越しいただければなと思います。いいよ。これできるかな。はい、あ、うまい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 じゃん。うまいじゃん、上手やん。じゃあ今度前から撮らせて、今の状態で。わあ、いいね。わあ、いいね。決めもちゃんとできてるし、いいんじゃない。はい、お疲れ様でした。今道場が終わりました。今日もね、結構、動いてですね、いい汗をかくことができました。柔道クラスを、僕がね、見させてもらってるんですけど、子供たちもそうですし、大人の方もね、ぜひ、来ていただいてね、自分の練習していただいて、さらに、子供たちに、指導すると、指導力をね、高めてほしいですね。普段仕事で忙しいのもあるんでしょうけど、ちょっとね、たまにでもいいんで、こうやって合間見てね、道場に来ていただくだけでも、ね、すごくありがたいんで、ね、子供たちに教えていただければなと僕は思っております。なので、柔道経験者にね、特に、来ていただければなと思います。柔道たまにやりたいなっていう時があると思いますんでね、そういう時はね、有馬道場に来ていただければ、いい練習になるのかなと思います。ということで、また来週頑張っていきたいと思います。それでは、失礼いたします。